白川の関は、根津ヶ関、中曽関と共に、欧州三関の一つに数えられる関所である。都から、道の区国に通じる東山道の要衝に設けられた、関門として市場な高い。福島県白川式宿がその意向に否定、他のものと比較して推定することされており、国の史跡に指定されている。設置時期は明らかでない。ルイ寿三大閣は2代上は二年来場幹部では、白川、 菊田の席を設置して、以来404年と見え、上は2年当時には5世紀前半の設置と認識されていた。六国史における、白川の所出は718年5月2日に、道の区国から白川など五軍を分割して、岩瀬国を設置するという記事で、その後728年4月11日には、白川軍団の新設を許可、そして、 神後慶雲三年三月十三日には、道の区国大国造道、島すくね島たりの申請によって何らかの功績を果たしたらしい者への姿政付与が行われ、白川軍では、竹部坊と大友部坊がそれぞれ安倍道の区臣及び安倍合図臣を授かっている。また、法棄十一年十二月二十二日には、道の区陳述副将軍のくだらの子に騎士俊鉄が、俗に囲まれ、 危機に瀕したが、白川の神など11神に祈ったところこれを突破できたとして兵舎に加えることを許可している。上は2年12月3日の大乗官府では、不襲の出入りや不正商品の通過の検問を、長戸国籍と同様に取り締まることが許されている。こうしたことから、大和の軍事的要衝としての白川関の機能は、平安中期には解消したものと考えられている。源の頼朝が、 欧州藤原氏を滅ぼす欧州合戦の際に、頼朝が白川に達した時に、梶原影末に歌を読むよう命じると、秋風に草木の老婆払わせて、君が越ゆれば関森も、なしと読んだ。関の廃止の後、その遺構は長く失われて、その具体的な位置もわからなくなっていた。1800年、白川藩主、松平定信は文献による交渉を行い、 その結果、白川神社の立つ場所をもって、白川の関跡であると論じた。1960年代の発掘調査の結果、土類や空堀を設け、それに作機を巡らせた古代の防御施設を検出。1966年9月12日に白川関跡として国の史跡に指定された。なお、白川関にちなみ、東北地方及び北海道をまとめて、 白川遺北と称する場合がある。宮城県の地方市、河北新報の名は、これに由来する、国道4号白賀検問所付近白川警察署が、西白川郡西郷村大浅、小田総浅日へ返し103の国道4号沿いに、設置している、常設の検問所、関東からの犯罪流入を防ぐことを目的とし、現代の白川関と称している。 1975年に設置された後、東北自動車道の開通に伴い交通量が減ったため1984年から実質休止していたが2004年5月27日に復活した白川関跡,跡日本歴史地名体系七福島県の地名平凡社1993年白川軍団の新設と同時に二鳥軍団を玉作軍団に改めるとある 福島県の歴史、県史、シリーズ7小林清治、山田春京町山川出版社、1970年、ありがとうございます。